ビアイン、広島ビアインは JR 西日本デイリーサービスネットと JR 西日本ビアインが運営するビジネスホテルチェーン JR 西日本グループに所在している。コンパクトにまとめられた客室で比較的リーズナブルな料金で必要最低限にして十分なサービスを提供しているのが特徴で、いわゆる宿泊特化型のビジネスホテルである。 JR 西日本グループである特性を最大限に活かし、駅から資金もしくはほぼ駅に隣接するような、自便な場所に店舗を構える良好な立地条件が特色の一つでもある。関西を中心に、地場の主要駅での展開を進める一方、JR が展開するホテルにおいて、JR グループ立地区に進出するのは前例がない中、2009年には JR 西日本エリア外である。 関東地方に進出し、その後も相次いで都内に新規開業している。また、2013年7月には東海地方に、2019年6月には九州地方にそれぞれ初出店している。民鉄会社のグループ企業が運営するビジネスホテルにコンセプトが近い。2017年4月開業のビアイン、安倍の天皇寺以降の新規ホテルは、 一部のホテルが JR 西日本デイリーサービスネットの100%子会社である JR 西日本ビアインの運営となっている。また、これ以前に開業した一部のホテルについても JR 西日本ビアインへ運営を移管した結果、現在は半数以上のホテルが JR 西日本ビアインの運営となっている。なお、運営する JR 西日本デイリーサービスネットは、 JR 西日本の連結子会社、JR 西日本ビアインは前日の通り JR 西日本デイリーサービスネットの100%子会社であるがホテルグランビア等を運営する JR 西日本ホテルズ及び JR ホテルグループには属していない。ただし JR 西日本ホテルズとの共同キャンペーンを行うことはある。ホテル名後ろにのあるものは 開業時から JR 西日本ビアインが運営があるものは JR 西日本ビアインへ運営が移管されたホテルがあるものは JR 西日本デイリーサービスネット JR 西日本ビアイン以外が運営無印は JR 西日本デイリーサービスネットが運営なお新型コロナウイルスによる緊急事態宣言発令のため 2020年4月18日から2020年6月19日、2020年6月22日、2020年7月1日、2021年1月22日から2021年2月21日、2021年5月18日から2021年6月31日で一部ホテルで休業している。ありがとうございます。